29歳男性、臨床検査技師です。話は変わりますが、賃貸 VS 持ち家論争についてです。賃貸マンション VS 一軒家35年ローン4000万から5000万、共働き、ね、世帯年収800から1500万、子供2人80歳まで生きる以上の条件で金銭の支出だけでいうとどちらの方が得でしょうか。個人的には賃貸だと思います。また子供に財産が残せるから一軒家が得という意見はどう思いますか。まずその一軒家にそこに住みたいかどうかっていう子どもの意見聞きましたって話なんですよね。例えば僕今フランスのパリに住んでるんですけど、じゃあ例えばうちの父親が一軒家を残したら子供が喜ぶだろうみたいなことで、その北区赤羽に一軒家を残すとするじゃないですか。いらない別に赤羽に住もうと思ったら赤羽の賃貸で住むし、でも駅前の方が便利だから駅前マンションの方が便利みたいなので、その自分が行きたい場所住みたい場所に住める自由っていう方が僕はいいと思うので、一軒家を残されるぐらいだったら現金くれた方がいいです。であとそこありがちなパターンなんですけど、一軒家35年ローンで4人家族分のを買ったとしても、子供2人はだいたい20年でいなくなるんですよね。そうするとお父さんお母さんの2人で4人用の家っていうちょっとでかい家が残るんですよ。で別に4人用の家にする必要ないよねっていうことになって、じゃあこれは他の家は一家に貸し出した方がいいよねって貸し出して、結局2人分の賃貸に住むみたいなことになっちゃったりするんですけど、それだったらもう最初から賃貸でよかったじゃんみたいになるんですよね。なのでその一軒家が財産が残るって思いがちなんですけど、基本的にはその建物っていうのはまあ価値としてはゼロになって土地代しか残んないんですよね。で土地代が財産になるかどうかっていうのは、その土地の地価が上がるか下がるかって決まるんですよ。でその山手線の内側で一軒家の土地が買えるのであれば、それは価値が上がる可能性が高いので買いの可能性はあると思います。でも残念ながら4,000〜5,000万円で買えるレベルの金額だと、23区内で買えたとしてももう足立区とかだと思うんですよね。その足立区とか板橋区とか、その東京都北区赤羽みたいな大都会は買えないと思うので、そうすると残念ながら駅からも遠いし地価が下がるっていう可能性が高いので、買ってもしょうがないよねっていうことになる可能性が高いので、なのでお金がないのであれば賃貸の方がいいんじゃないかなと思います。で賃貸持ち入れ論争でありがちなのが、その老人になると賃貸を貸してくれなくなるから困るから一軒家の方がいいよね派の人っているんですよ。でそれは最初から賃貸で行って、賃貸を誰も貸してくれなくなった時は貯めたお金で安いその賃貸になってるようなマンションを買ってください。例えば70、80になってどこも貸してくれなくなりましたってなった時に、どこも貸してくれなくなって70、80だったらもう働く必要ないので、別に駅前に住む必要もないし都内に住む必要もないんですよ。なのでその地方のなんかイオンとかの前のそのなんかマンションみたいなところをじゃあ300万円で買ってもうそこで生活しますってなれば、安くついの住みかが買えて目の前スーパーイオンとかがあるから超便利っていう状態になるんですよね。なのでその自分の生きてる環境が、その子供がいるうちだったら学校が近いとこがいいよねとか、じゃあその都内の大学に子供が通わなきゃいけないから都内の方がいいよねっていう条件がいろいろあって変わるし、じゃあ子供がいなくなって自分が働くんだったら都内だけど別になんか夫婦2人で住める場所がいいよねとかで、状況によって必要な家とか場所って変わってくんですよ。すげえ金持ちだったら別に俺ここで住むんだでいいんですけど、そうじゃないんだったら状況によって変えていった方が安上がりなので、基本貧乏人は賃貸の方がいいと思うんですよね。そのすげえ金持ちだからタワーマン住みたいとかで、タワーマンの夜景大好きで、その代わり1億払えますっていうんだったら全然払えばいいと思いますよ。